おはようございます。今日も曇りです。朝一から曇りですが、なんか天気予報だと今日も、曇りのち晴れかな。で、まあ、少し明るいところが見えてきているので大丈夫かな。なんかね、朝外に出た時は結構雲だらけだったので、ちょっと心配でしたが、まあかなり明るくなりそうかな。ですね、昨日やっと、バイク屋が取りに来ましたが、ただ同じバイク屋ですからね、あまりちょっと期待はできないかなとは思いますが、まあ、とりあえず、お金がどれぐらいかかるのかちょっとやりますね。で、続きです。やりにくいなこれ。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。今日は、まあ、5、6分ぐらい動画を、ね、撮っていこうかなと思います。まあ、とりあえず4月までは朝1回と、あとは夕方もね、別のところで動画を撮ろうかなと思いますが、まあ、政治活動とソーシャルメディアをね、なんとか続けていこうと思います。で、まあ、自分の経歴としては教員試験も10回以上落ちていますし、前回の地方子育て支援と、あとは再就職支援と、再就職支援もね、非常に重要じゃないのかなと思います。労働者の流動性を高めていかないと、まあ、その流動性もその平均賃金とかなりその相関関係があるみたいですので、まあ、この硬直した空気感をね、少しでもいい方向に変えるためにも、まあ、そこら辺の数字が重要じゃないのかなと思います。まあ、もう一つは大人の教育参加率、まあ、これもその日本はかなり低いということですから、まあ、そこら辺も少しでもね、いい方向に改革をしていきたいかなと思います。まあ、落選中でありますが、本当に税金を徴収して、まあ、どういうふうに、都合よく使っているのかとか、まあ、そういった実践的な知識がね、絶対に必要だと思います。まあ、なので自分なりのその考えをまとめて、もう4月はすぐですが、再チャレンジできるようにね、頑張っていきたいなと思います。まあ、イノベーションを起こせるような街といいますか、まあ、ビジネスチャンスのある、地方都市を目指していきたいかなと思います。まあ、優秀な人材に来てもらわないと、まあ、新しい産業も生まれてきませんし、まあ、新しい産業が生まれてくれば新しい雇用もね、出てくるのかなと思います。まあ、今ある産業だけではなかなか、16分ぐらいかな。まあ、今日も8時5時まで時間が拘束されます。まあ、腰をちょっといたわりながらやりますが、また6時ぐらいどっかで、動画を撮りますので、ね、よろしくお願いします。じゃあ一旦終わりますので、お疲れ様でした。再び、お疲れ様です。杉本修一講演会でございます。ハロー。ということで今日は、まあ、そんな風も強くないし寒くもないかなと思います。昨日やっと、バイクのショップの人が、持ちに来ました。しますよ。じゃあちょっと少しやって帰ります。Let's do this。皆さんお疲れ様です。こちらは杉本修一講演会です。今日も、まあ、10分弱ですが、もう一回動画を撮って帰ろうかなと思います。まあ、2015年からね、活動していて、まあ、ちょっと今日も拡声器の調子がね、非常に悪いですが、まあ、心配ではありますが、数ヶ月後かな、4月に向けてね、まあ、この状態でやっていこうかなと思います。まあ、今朝も少し話をして、まあ、いつも同じ話をしていますが、3つの柱と3つの、支援ということで、まあ、この
まあ、自分のその落選中でありますが、いろいろこう考えていることもねありますから、やっぱ全然ダメだなこれ。まあ落選中でね、無所属でダメだこれ、壊れてるよ。まあいっかしょうがないな。まあ、ちょっと今日もこれあれだ、電源が入ってないね。あーやばいなこれ、また壊れたか、電池かな。まあしょうがないですね、これダメだ。まあということで、また壊れたのか電池がないのか分かりませんが、まあ一応ね、予備の電池を買ってあるので、まあどうかな、雨の日に何回か使って、そこからも調子が悪いですよね。まあしょうがないですね。まあとりあえずいつもと同じ話をしようと思ってました。まあとにかく前例にとらわれないようね、そこから3ヶ月後は統一地方選挙があって、さらに3ヶ月後に高校教師の、採用試験がありますから、まあ、自分もね受験生みたいなものですからね、みひろさんに負けずに頑張っていこうと思います。ということで、今日もお疲れ様でした。お願いさっきフォーチングステイチューシーズや、See you tomorrow やら夜、バイ、じゃあね。